競争になりました内藤元彦の今の思いを今一度お伝えさせていただきたい内藤元彦でございます。しっかりとこれまでの実績、そしてこれから何をしたいのか伝えてまいりますので、どうぞ皆様ご注目をお願いいたします。これまで何のためのお集まりになりますので、こちらの上の方に名前を付けていただいての演説になるかと思います。少々皆様お時間を頂戴いたしますお願い申し上げます。皆様に一つご案内させていただきます。まず期日前投票をぜひ行っていただきたいんですが、投票用紙なんですけれども、内藤元彦というお名前だけでお願いいたします。頑張れとか大丈夫というメッセージがつくと全部無効になってしまいます。あとハートマークとか星形も無効になりますので、どうぞ皆様そのあたりのところ十分お気をつけいただきましたらありがたいです。よろしくお願いいたします。子どもからご準備させていただきます。拍手は。これからありがとうございます。皆様お忙しいお時間にありがとうございます。ありがとうございます。皆様投票日が11月17日が午後7時の日になっております。皆様に投票日が皆様になるべく早く期日前投票をお願いいたします。回答をもたすためでございます。ただいまから準備させていただきます。準備してくださいませ。マイクチェックだけね、あの上とかは。わかりました。はい、よいしょ。はい、いいかな。準備します。準備して、あ、もちろんもうだいぶ OK。 おい、うん、ああ大丈夫ですね。ララポート前に来させていただいております。本当に皆様、夕方のお忙しい時間帯の中、多くの皆様がララポート前駆けつけていただいております。足を止めていただいております。本当にありがとうございます。元兵庫県知事の斉藤元彦でございます。どうぞよろしくお願いします。はい、頑張ります。頑張ってます。ありがとうございます。後ろの方聞こえますか。本当に向こうの方の方も聞こえますかね。あと、あの、後方のリトルマーメイドさんの隣のデッキも聞こえますか？大丈夫ですか？ありがとうございます。改めまして、元兵庫県知事、斉藤元彦でございます。選挙戦14日目、まあ、大変厳しい選挙が続いております。組織や政党の支援がない中で、一人からのスタートでございました。もう大変厳しい選挙戦、県民の皆さんに一人一人自分の考えを伝えていくということをもうずっと使い続けさせていただいています。体力的にはまだまだ頑張れるというところとは言わないところもありますけども、なんとか最後まで頑張っていきたいと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。改めて今回兵庫県庁文書問題、多くの皆様にご心配、そして県政に対する不安な思いを抱かせてしまったこと、まあ、心からお詫びを申し上げたいと思います。今回多くのことを私も学ばさせていただきました。まあ、やはり仕事というものは一人でできるもんじゃないんだということです。まあ、今回の選挙もそうです。一人で立ち上がって頑張るという思いでスタートしましたけど、やっぱり多くの友人や知人、そして今日もそうですが、ボランティアスタッフの皆様、何より県民の皆様の支えがあって、選挙も続けられております。仕事も一緒です。自分一人で何もかもできるんじゃなくて、やっぱり周りの支え、そして周りのサポートがあって、県政も進めていくことができるんだ。
こういった感謝の思いをこれからもしっかり胸に刻んで頑張っていきたいと斉藤元彦を思っております。そして改めてやっぱり知事というものは立場が大きい存在ですから、自分自身がもっと常に自分を顧みる、謙虚な気持ちを胸に刻んで耳の痛いことにもしっかり傾けるということをこれから頑張っていきたい、一から出直していきたい、もっともっといい仕事がしたい、そういった思いでこれから頑張っていきたいと思いますので、どうぞ皆様よろしくお願いします。ありがとうございます。3年前に知事に就任しました。当時多くの県民の皆さんのご期待をいただきました。20年続いた前の知事からの交代ということで、いろんなことをやっぱり改革していかなきゃいけない、改めていかなきゃいけない、そういったことを全力でやってきた3年間でした。まず私がやりたかったことはやっぱ県の財政ですね、そこを改善していきたいということです。私兵庫県は阪神・淡路大震災、来年で30年になりますが、そこで復興の過程で多くの借金を負いました。その影響もあって財政状況が良くない、厳しい状況がずっと続いてきたんですね。だけどもやっぱり必要な投資、やっぱり仕事は予算はしていかなきゃいけない。だけど実は私が就任した時、兵庫県の貯金財政基金っていうんですけど、これは30億円だったんです。これ多いか少ないか、隣の大阪府は1000億あったんですね。兵庫県は540万人の県民がおられます。県の規模からするとものすごく少ない金額でびっくりしました。これでは大切な施策ができない、大切な事業ができない。だから私は財政改革をして、そしていろんな事業は見直しをして貯金をまず積み立てていこうということをしました。日本一兵庫県は海外に事務所をたくさん持ってるんですね。普通の自治体は一つなんです。私が昔勤務してた大阪や宮城は、例えば韓国であったりとかソウルに一箇所海外事務所を持ってる。それでも年間すごいお金がかかるのでやめようっていうことを、私は財政課長をやってましたんで、けんけんがくがくをして、それでもどうしても必要だから続けていく、これが実は他の自治体の実態なんです。だけど兵庫県びっくりしました。5つも海外に県が事務所、こんな自治体は他にはないんです。パリですよ、フランスのパリ、オーストラリア、香港、シアトル、ブラジル、5つも事務所を持っている、こんな自治体はないんです。全国で最多、年間数億円の予算をその維持管理にかけてたんです。家賃の支払い、それから人件費、県の職員がパリの事務所長で行って2年や3年悠々自適に暮らす仕事をする、こんなのはやっぱやめなきゃいけない。今回5つだった海外事務所をまずは3つまで減らしました。もっともっと減らしていかなきゃいけないと思ってます。65歳以上の OB の県職員の OB の天下りも漫然と続いていた。その人件費は税金から多くも出ています。こういったことも改めなきゃいけない。こうした時代に合わない取り組みや時代に合わない事業を一つ一つ見直していきました。税収の上振れもありまして、今年ようやく30年ぶりに、就任した時には30億円しかなかった県の貯金が100億円を超えて130億円までなんとか積み上げることができました。本当に皆さんのご理解のおかげです。ありがとうございます。こうした財政改革をしながら財源を生み出してやりたいことの一つ、未来に向けた子どもたちへの投資をしていくということです。特に県立高校ですね。7割の学生さんが県立高校に通っておられます。私もいろんなとこ行きました。八代高校は甲子園に出場したり、ここ甲子園ですよね。何度も何度も応援に来させていただきました。そしていろんな、この西宮や阪神間の高校、本当に頑張っておられます。だけど、学校行くと皆さん分かりますよね。校舎が古いんですよ。トイレが和式のままだったり、クーラーもない。個人のロッカーもないんです。なんでか。実は私のところにも手紙が来まして、知事就任して早々、ある高校生から、学校のプールが壊れたままです。先生に何回言っても直してくれません。何とかしてください、斉藤知事。手紙が来たんです。教育委員会に調べてもらいました。どれぐらいのお金がかかるんですか？数千万ですか？1億でした。
返ってきた答えが70万ですって言われたんです。70万のお金がなぜ出せないのか、びっくりしました。調べてみたら、兵庫県の令和2年度、県立高校1校あたり、兵庫県ですよ、県立高校1校あたりの予算が全国で46位だったんです。最下位。全く子どもたちに予算がいってなかった。1000億かけて県庁舎の建て替えをするお金があるんだったら、海外に数億円かけて事務所を運営するお金があるんだったら、65歳以上の OB の職員の天下りを許すお金があるんだったら、そのお金がかかるんだったら、70万円のプールをさっさと直すべき。皆さんそう思いませんか？もっともっと子どもたちに未来を担う若者への投資が必要です。だから私は5年間で300億円を県立高校、そして特別支援学校に予算をもっともっと増やしていく。トイレをきれいにしたり、学校の教室や体育館にクーラーをつける。グラウンドだって芝生化をする。部活の道具もっとピカピカにきれいなものにする。特別支援学校も今大変なんです。入学する生徒がすごく増えてきてて、教室が狭くなってます。放課後になるとデイサービスや送迎のバスで駐車場はごった返す。もっともっと安全で、もっともっと安心な学校環境を作っていかなければなりません。5年間で300億円を投資をして、子どもたちが安心して学べる、安心して勉強やスポーツができる、そんな環境をぜひ作っていただきたいんです。ぜひよろしくお願いします。県立大学の授業料の無償化もようやく今年からスタートしました。これも実は県議会の反発が強いんです。2% の学生しか対象にならないんで、なんで斉藤知事はこれをやろうとするんだ。でも今、多くの学生が3人に1人が平均で300万円の奨学金を負ってる。これが実は現実なんですね。将来の結婚や出産、子育て、家を買う。ここにハードルになってる。これが実は現実。だからこそ、兵庫県立大学の授業料の無償化を兵庫県がスタートする。そしてそれを国に訴えかけて、すべての国公立大学、そして私立大学の授業料を減らしていく。無償化に結びつける。そういった取り組みをぜひ兵庫県が先駆けとしてやらせていただきたいんです。皆さんよろしくお願いします。それ以外にも不妊治療の支援も本当に大事です。今若いご夫婦不妊治療されている方大変多いんです。私も治療しました。保険適用されましたけど、まだまだ先進治療、タイムラプス法、いろんなお金がかかります。今年から1回3万円、回数制限なし、所得制限なしで先進医療に対する助成をスタートします。不登校の問題も大変なんです。小学生や中学生、不登校で悩まれている方がたくさんおられます。校内サポートルームを全県に配備して、不登校児童生徒支援員を全ての小中学校に配置をして、不登校で悩んでおられるお子さん、そして保護者を一人でもお助けしたい、そういった思いでいます。今若い世代の方が家が買えない、マンションが高くてとても買えない、そういった方が増えてます。県営住宅に若い世代の方向けの入居を優先的にする、それをもっともっと増やしていきたい。県営住宅は昔の古いままのイメージありますけど、リノベーションをしてシステムキッチンとかフローリングにして、若い世代の方が子育てをしながら住みやすい、こんな県営住宅の部屋をもっともっと増やしていきたい。こういった若い世代を応援する、それが未来の兵庫県のいろんな地域を支えていただける原動力になるんです。皆さんどうか若者支援応援させていただきたいと思います。よろしくお願いします。そして高齢者の皆様、障害のある方、安心して医療、福祉、介護を受けていただけるような環境を作っていきます。ここ西宮にも県立病院の建て替えを今しています。医師の働き方改革とともに、すべての皆様が安心して医療を受けられる体制を必ず作っていきます。介護の事業、介護の現場は本当に今大変なんです。人手が不足しています。介護を支えていただいている方々の給料をもっとアップしていかなければなりません。福祉の現場も本当にこれから大事です。特に
障害のある方が働いておられる事業所が県内にたくさんあります。そこで本当に素晴らしいものづくりをされてます。クッキー作ったりとか、美味しい食べ物、小物を作ったり、それを私はもっともっと多くの県民の皆さんに買っていただいたり食べていただく、そしてさらに高い値段で買っていけるようにしたいと思います。障害者の方が働いておられる事業所で賃金をアップしたり給与をアップする、そこにつなげていきたいんですね。幅短編プラス2万円で2万5000円分の買い物ができるデジタル商品券、この年末もさせていただきます。今お米値段が高くなったり、スーパーやクリーニングの値段が高くなっている、県民の皆さんの物価高騰への支援をしていかなければなりません。自転車ヘルメットの購入支援、横断歩道の引き直し、県内に1万箇所以上消えかかっている横断歩道があります。こういった県民の皆さんの命や暮らし、そして生活を守るような政策をもっともっとしていきたい、これは私斉藤元彦の思いなんです。皆さんご理解よろしくお願いします。しかし今回不信任決議案が可決されてしまいました。全会一致での可決です。私は知事という立場を失職しました。最後県庁から去るときは本当に一人でした。県議会、そして職員労働組合、さらには副知事やメディア、多くの人たちが道義的責任を取って斉藤知事は辞めるべきだ、ずっとこの半年間言われ続けた半年間でした。でも私は絶対に辞めるっていうことは選択肢としてなかった。どんなに辛くても厳しい状況があっても、やっぱり自分がやってきた政策、多くの高校生や保護者の方が学校がきれいになったって言ってくれる、不妊治療を支援を受けられる、子供が授かったって喜んでくれる声を聞きます。そういった声を聞くと、自分がやってきた方向性間違ってなかった、なんとかこれを進めていきたい、それこそが辞職をするんじゃなくて私が責任を果たす、続けていくことが責任を果たすやり方だ、だからこの半年間つらかったけど歯を食いしばって頑張ってきたんです。本当に皆さんのおかげです。選挙活動を始めたとき9月の末、一人からのスタートでした。本当に一人だったんですね。 JR の須磨、私須磨出身ですから、須磨の駅前で街頭活動を始めました。本当に一人からのスタート。当時マスコミのメディアの報道もかなり厳しかったんで、もう石投げられたり殴られたりするんじゃないか、それぐらいの厳しい不安な思いでスタートしました。確かに厳しい言葉もかけられました。どの面下げてこんな音を立っとるんやと、兵庫県の恥やと、人が死んどるんや、どうしてくれみや、そんな厳しい言葉も投げかけられました。結構厳しかったです。だけど毎日毎日駅で街頭活動させていただいて、一日一日皆さんの前で挨拶や話をさせていただく、そうすると少しずつ応援をしてくれる人が増えてきました。斉藤知事頑張れよ、負けたらあかんで、応援してるで、そういった声が広がってきたんです。 X や SNS 上でもそうでした。ハッシュタグ斉藤知事負けるな頑張れ、そんな声が広がってきました。本当に嬉しかったです。自分は決して一人じゃないんだということを感じました。多くの皆さんから手紙をいただきます。もう100通以上になります。今日もたくさんいただきました。私家帰ったら夜寝る前にお風呂入ってご飯食べて、最後それを読ませていただきながら寝るんですね。本当に嬉しいんです。斉藤さん頑張ってね、応援してます。皆さん本当にそれぞれが大変な状況になっておられるんですね。ご自身が病気だったり、学校や職場がうまく人間関係がいってなかったり、家族が病気になってる、結構皆さんが一人一人が悩みを抱えておられる。だけど皆さん一人ではないんです。必ず誰かが周りで見てくれてます。私もそうでした。もう厳しいな、辛いな、なんで自分がこういう状況になってるんだ、そういう状況にあったとしても前を向いて頑張っていけば誰かが見てくれてる、誰かが応援してくれてる、だから一人じゃないんです。だから皆さん、みんなで支え合っていく、そういった社会を作っていきましょう。真面目にやってる人、そして正直に働いてる人、勉強してる人、そういった人が報われる、そんな社会を、そんな兵庫県をみんなで作っていこうではありませんか。いかがでしょうか。
今回の兵庫県知事選挙は本当に大事な選挙です。メディアがネットや YouTube やいろんな雑誌や新聞を見て判断されています。私自身は文書問題でおねだり絶対してないんですね。県産品を PR したいという思いでした。パワーハラスメントの問題もありました。確かに付け叩いたり付箋一枚投げたりしまったりっていう不適切なことをしたかもしれないんですけど、決して職員を追い詰めたりとか職員を人格を否定したりということはなかった。やっぱりいい仕事、いい業務を一緒にやっていきたかった、そういう思いで注意をさせていただいたりしました。まあそこは反省しなきゃいけないところもあると思います。元県民局長が亡くなったことは本当に残念で悲しいことです。しかし私は広域通報をやったから元局長を処分したんではないんです。元局長さんはやっぱり公務員としてやってはいけない行為をされてました。今回の文書問題でも誹謗中傷の文書を作られてた。そしてそれ以外にもパソコンの職員端末を不正アクセスしてた。他の職員を誹謗中傷するような文書を作ってた。そして最後プライベートの文書ということで公務員としての倫理上かなり問題のある文書を作成してた。しかもこれを勤務時間中に職場の端末、これは税金での端末ですから、それを使ってやっていた。この4つの公務員として良くない行為をやってたから懲戒処分をした。これが実情なんです。決して追い詰めるつもりはなかったし、亡くなったことは本当に辛いことで、今でも残念だと思っています。心からお悔やみを申し上げたいと思います。選挙です。大変厳しい選挙戦です。私自身は組織や政党の支援がない、一人からのスタートです。斉藤知事、もし再選されても、県議会や県職員とうまくやっていけるのか、そういった不安も聞きます。でも大丈夫です。なぜなら、やっぱりいい仕事、いい予算、いい取り組みをやっていく。これは、県職員だって県議会だって同じ思いなんです。今回の不信任決議案が可決された9月議会でも、ちゃんと、ハバタンペイプラスの第4弾の数十億円の予算を可決しました。だから、必ず同じ思いを持って一緒にチームとしてやっていけば、いい県政を再び前に進めることができると、私は必ずそうしていきたい。それが皆さんへの約束です。どうぞよろしくお願いします。今回の兵庫県知事選挙は本当に大切な選挙です。兵庫の知事を決めるだけではなくて、日本の政治や社会のあり方、そこを決める選挙。ぜひご自身の目でいろんなことを調べて、いろんな情報から判断をしていただきたい。先ほど言いました通り、メディアの報道のあり方、そして県議会の報道、県議会の皆さんの中には多くの皆さんは応援していただいてますけど、一部の県議、政局のこと、そして政治のこと、それだけを考えて行動してないか、本当に県民の皆さんを向いて政治をしているのかどうか、それをお一人お一人がぜひ判断をする。民主主義にとって本当に大事な節目、大事な選挙だと思います。だからこそ私斉藤元彦に皆さんの一票一票を投じていただきたいんです。一票一票の力をぜひ私斉藤元彦に貸していただきたい。組織や政党の支援がなくても、組織票がなかったとしても、皆さんの一票一票の重い一票一票の積み重ね、広がりがあれば、この戦いに勝つことができる。絶対に今回の戦いに負けるわけにはいかないんです。いかがでしょうか。ここで負けてしまえば元の県政に戻ってしまう。旧態依然な県政、1000億かけて庁舎を作るような、海外の事務所を普通に続けるような、県職員の OB の天下りを平然と続けるような、そんな県政には絶対に戻すわけにはいかない。県民の皆さんにとって大事な政策、県民の皆さんに寄り添った政治を必ず今回の選挙で皆さんと共に作り上げていく。これが今回の兵庫県知事選挙です。だからこそ皆さんの一票一票のご支援をぜひとも斉藤元彦に与えていただきたい。みんなでもう一度この兵庫県をより良くしていく、その力を、うねりを皆さんで一緒に作り上げていきましょう。
最後になりますけども、何度も言ってますけども、期日前投票、行ってください。ぜひお願いします。期日前投票行かれた方は、ぜひ周りの方ですね、知人や友人、そして実家の両親、実家のおじいちゃんおばあちゃん、周りの近所のおじいちゃんおばあちゃんに、ぜひ斉藤元彦とご支援の輪を広げていただきたいんです。どうか皆様、一緒に、ここ数日間、最後の数日、走りきましょう。そして、今回の戦いに負けるわけにいきない。みんなで一緒に、このもう一度兵庫県を前に前に進めていく。その力、うねりをみんなで作っていきましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。頑張れ、大丈夫なのでお付き合いならないようお願いします。